旧ジャニーズタレントの SNS リスク、スノーマン・メグロハスの紅白対抗投稿が波紋を呼ぶ。日本のエンターテインメント界において、旧ジャニーズ事務所のタレントたちが個人で SNS を活用する中で、新たな問題が浮上しています。特に、スノーマンのメグロハスが11月11日に行ったインスタグラムの更新が、NHK 紅白歌合戦への対抗と受け取られ、 賛否の声が巻き起こりました。この一連の出来事は、旧ジャニーズタレントが直面する SNS のリスクや課題に光を当てるものとなりました。一方で、一部のタレントは厳重なセキュリティを確立し、リスクを最小限に抑えていることも明らかにされました。メグロハスの紅白対抗投稿とその波紋。 11月11日、スノーマンのメグロハスが自身のインスタグラムでストーリーズ機能を使用し、大晦日に行われるスノーマンの特別ライブを告知しました。しかしこの投稿が、同日にスノーマンが、スノーマンスペシャルリブからみんなと楽しむ大晦日。 からを無料で生配信することを発表していたことと結びつき、紅白対抗のような解釈を受ける声が広がりました。一方で NHK 紅白歌合戦への出場が確定していなかったスノーマンに対して、紅白には出場していないのに挑発しているのではないかとの批判も相次ぎました。 メグロハス自身は、俺らを正解にするとのコメントを残しており、これが一部のファンや一般ユーザーによって挑発と解釈され、議論の敵となりました。一方で、メグロハスの好感度の高さや、紅白に関する具体的な発言がなかったことから、意図的な挑発ではない可能性も指摘されています。旧ジャニーズタレントの SNS 利用傾向。 メグロハスに限らず、旧ジャニーズ事務所のタレントたちは個人でインスタグラムやツイッターのアカウントを開設する傾向が増えています。これにより、ファンと直接コミュニケーションを取りやすくなり、自由な発信が可能となっています。しかし、このような個人の SNS 利用はリスクを伴うことがあります。旧ジャニーズタレントのインスタ DM の緩さとそのリスク。 芸能プロ関係者によれば、旧ジャニーズタレントの多くが、自身のインスタグラムやツイッターアカウントでダイレクトメール、DM、機能を開放しているとのことです。これにより、ファンやファンから直接メッセージが送られやすくなります。一般的にはコメント欄での誹謗中傷や批判が問題とされていますが、DM 経由での攻撃も増加しており、 これがタレントにとってはストレスの原因となっています。例えば、木村拓也やスノーマンのラウール、ヘイ、セイ、ジャンプの山田亮介、キャトタンの上田竜也など、大多数の旧ジャニーズタレントが DM を受け付ける状態にあります。これにより、タレントは好意的なメッセージだけでなく、過激なアンチや厄介なファンからのメッセージも受信することになります。 国民的彼氏のリスクマネジメント。一方で、一部のタレントは SNS の利用において、積極的なリスクマネジメントを行っています。例えば、h e y s a y ンプのイノビ系は、お仕事は DM まで、と記載し、仕事関連のメッセージのみを受け付けるスタンスを明確にしています。 これにより、誹謗中傷や不適切なメッセージを受けるリスクを最小限に抑えています。旧ジャニーズ事務所のタレントたちが個人で SNS を利用する中で、直接メッセージを受け付けることが増えています。これはファンとのコミュニケーションを深める一方で、誹謗中傷や不適切なメッセージを受けるリスクを伴います。 特にメグロハスの紅白対抗投稿が議論を呼んだように、SNS 上での発信が簡単に誤解を生む可能性があります。一方で、一部のタレントは積極的なリスクマネジメントを行っており、SNS の利用を工夫しています。これらの事例からも、SNS の利用においては慎重な姿勢が求められていることがわかります。